4T03 なんだっけ、プレゼントありがとうございます。はい、本日からね、本日じゃないな、昨日か、昨日あたりからお茶の間の集中稽古が始まっております。クリスマスなんて言ってる場合ではございません。クリスマスなんて言ってる場合ではございません。ちょっと充電がね、ちょっとよこしょ。ずっと先生さんだるま、いっちゃんさんプレゼントありがとうございます。ありがとう。寒いね今日は。寒いね。なんか最近寒すぎて、でも私そんなにさめっちゃ寒いって思わないんだよね。あとまだ10度でしょ。ああこんなもんじゃないぞ。まだ11度とかじゃん。マイナス1度とか0度がね寒いんですよね。寒いに加担するので加担するので、あとはもう普通にこのこれニット系と、あと下にロンティーを着てて、私ロンティーの上にニットを着て、その上にカーディガン羽織って、フーディーじゃないパーカーを着ていつも最近は行ってるんですけど、お稽古にもう全然ね、あったかいです。で一人だけ稽古がついて、あっちーとか言いながらこうやって一人だけ寒いって言ってんのに、みんなヒートテックじゃないの。ヒートテックは着てる日もあるし着てない日もある。私は長袖のヒートテックと、あとあれ半袖のヒートテックを持ってるので、それをねちょっとどう構成していこうかみたいな話ですよね。そうだから寒い日に長袖を当てれるように、そうでもない日に半袖を着てます。いつも誕生日です。あ、おめでとうございます。感想はよし。ちょっともう私乾燥が今日やばい、まして乾燥と、あと中と、私あの暖房のついたところにねいるので、行って外の寒いところに行ったりとか、でもすぐ電車乗って暖かくてみたいな、本当温度差がやばすぎて今日鼻水がすごく出ましたね。鼻がちょっとだけ詰まって、あー冬だなって思いました。横湯さんプレゼントありがとう。喉はねでも言うて一瞬だけなんだよ、私ってやれば治る。あ、そのヒートテック長袖だとこっから見えちゃうやつとかあるじゃないですか、着るもので。だし絶妙な、でも言うてさ、あのベストが最近流行ってるじゃないですか、こんぐらいのもうあのここだけボリューミーなベストみたいな。ベストってほんとさ、私高尾山でも思ったんですけど、高尾山の時ニットベストを着ていったんですね。
そう、それだけで全然違って気温が、体感気温が。だからもうそう、だから大事ですよ、ここを温めるのは多分大事だと思う。今喉やれてほぼ声出ないですやば。あのね、私もなんて言うんだろう、私もコロナになった時に喉がすごい痛かったんです。この扁桃腺のところとかが痛くて、でご飯も食べれなかったから、で私扁桃腺が痛くなったりとかしがちだったんですよ。扁桃腺は、そうですね、喉からの熱とかが多い人なんですけど、なんか喉がちょっと痛い時とか、喉が乾燥でイガイガしちゃうなみたいな時はね、なんだっけ、全然名前出てこない、飴あるじゃないですか、根湯じゃない、なんだっけあれ、龍角散、龍角散食べてみて、もう本当に、ね、痛みが全然引くから、私一生隔離生活の時にね一生食べてた、一生舐めてましたね。で龍角散でちょっと和らいだ時にご飯を食べて、で痛み止め飲んで、あと龍角散飲むじゃないです、飲むじゃない、龍角散食べて、でもやっぱさ冷たいのが欲しくなるんだよね、ここが熱持ってると。だからけど水飲んでも別にこういくから、ここに欲しいってね、ここにこう上にってなると、こう飲んで水をこうやって一回含むじゃないですか。でちょっと下向いて飲むと、ここに水が当たるんですよ、この奥に。だからそれおすすめだよ私はよく舞台前とかにやってますね、こうやって水含んで、ちょっとこうやって下向いて下向いてゴクってしたらこう潤うから、龍角散、のど飴ですら効く気がする。あ、そう、のど飴、私はのど飴、龍角散好きじゃないんですけどね、私も。でもね、慣れたわ、もう味はもう慣れました。そう、だから喉痛いってね言ってたから、じゃあ多分龍角散とか効くんじゃないでしょうか。いやでも私ご飯が食べれないのが一番ね嫌でしたね。貴重な情報ありがとうございます。いえいえ、あとは解熱剤しかくれないのよね。え、嘘、私あれ持ってたんですよ、自分で全然覚えてないけど、なんかさ、なんか痰とかがよく絡むんですよ、私喉が、まあ、みんなかみんなかとかって、ね、そうなのよ。だからよくね、カルボシステインってやっていうお薬が出てたら、カルボシステインはおすすめ。なんて言うんだろう、私はカルボシステインと、何飲んでたっけな、あたいはねカルボシステインとね、カルボシステインっていうのは痰が絡んじゃって、私多分痰こう絡むというか、普通にコロナだったりこの扁桃炎とかになった時にずっと
飲み込むときに痛いんですね、何かを。もう水でも。カルナールはね、よくね、使わせていただいております。カルナールよく使ってますし。そう。これかな？アストミンとかは咳を抑えるのでおすすめです。シーン。シーン。そうだね、辛いよね、わかる、超わかる。これ私だ、え、何これ、何の薬、何の薬。私さ、なんかさ、病院でもらうさ、丸っこいなんかドーナツ型のトローチあるじゃないですか。あれもめっちゃ味苦手なんですよね。あれ本当に、あれさ、あれ本当に苦手なんだよね。トラボシステインとトラネキサム酸もらったかな、前は。トラネキサム酸はアレルギー、喉の痛みとかを抑えるのであったらね、ぜひ。なんだっけな、私おすすめのやつがあったんだよ。でも解熱剤はね、カロナールか、まあアセトミアノフェンかね。解熱剤とかはアセトミアノフェンか、アセトミアノフェンか、ニンニクアセトミアノフェンかカロナール飲んどけば、まあ、解熱はなるにはなるのでおすすめ。解熱にはなるよ。そう、喉の痛みにはトラネキサム酸と、トラネキサム酸、カルボシ、あとね、痰が絡んで痛いとかの時はカルボシステインっていうお薬が効きます。喉が痛い時、甘露の戦うマヌカハニー、え、ね、マヌカハニーね、靴下履いて寝る、え、靴下履いてね、寝てるってか寝ないと落ち着かないくなるんですよね、冬でも。なんかそう、私よく友達と電話し、夜暇で押したりとか、寝る前に今何しようみたいな感じで友達に電話したりしたんですけど、この前も友達と電話してて、てかもう最近寒すぎて靴下履いて寝るもんみたいなって話したら、靴下履いて寝たらむくむらしいよって言われたから、え、そうなのとは言っといたけど、履いてる、ね、寝てるんだけどね。ゆうさん、ハートありがとう。まさとしさん、ハートありがとう。うん。まあ、むくんだところでね。まだ大丈夫やで。カルボシステインとカロナールと、その他2錠ほど処方されました。あ、いいと思います。それをね、ちゃんと処方された通りに飲んでおけば、おります。私、お薬とか興味あるんだよね。けど頭良くないから全然覚えれないけど。靴下ね、朝までにね飛ばさないんですよ私。あの靴下ね、なんだっけ、ママがあの分厚いもっこもこというか、なんか表面がもこもこなんじゃなくて、中がもこもこしてて、表面はあの普通のこういうあの靴下の生地みたいな感じの生地の、ちょっとめっちゃ分厚い、なんか厚さ1センチぐらいあるような靴下をもらったんですけど、それが本当に
本当にあったかくて、ニンニク、ね、ニンニク、なぜ私が今ニンニクを持っていたかと言いますと、あのですね、本日かのこ役のお茶の間でね、この今度共演させていただくかのこ役の吉川優さんって方がいらっしゃるんですけど、あの今日お昼ご飯をねスーパーに買いに行ったわけですよ。で、ゆうさん、私ね、ゆうさんのことめっちゃ好きなんです。そう、なんかあの同い年みたいなテンションでこうへぇ、ふぃふぃふぃってちょっかい出してくるんですよ。ふぃとか言って、私より精神年齢低いんじゃないかぐらいで、ウィー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 ってやって、目が合ったらウィンクするんですけど、そうで、ゆうさんとゆうさんがいつも今からスーパー行くけどって言って私が行くのを待ってるんですよ、大体。だから一緒に、どうせなら一緒に行こうと思って一緒に行って、そしたら急にスーパーに入るや否や、こうスーパーに入った瞬間、二人ともあの自分の欲しい方へ行くんですけど、ふーんってなって別れて、すぐにブワーって近づいてきて、でなんか、じゃあ今から100円以内でお互いにプレゼント買おうとかって、今からそうそうそうで買おうとかって、100円以内ね、何でもいいって言われて、100円って限られてるやろって思いながら、わかりましたとか言って、100円、何でもいいですねとか言って、そう、でも絶対、まあ、思いつきでね言われるので、多分あれ、それのその後に考えるんだろうなと思ったけど、絶対ボケてくるやんと思って、でゆうさんってあの和菓子がね苦手なんですよ。和菓子とか、あとね、和菓子が苦手なので、そうそう、で絶対ボケてくるじゃないですか、そういう、だから自分が言い出しっぺだから、そうで、まあ何持ってくるのかなって思って、で私はじゃあちょっとボケちゃおうかなみたいな、そうそう、だからあんこちょっと苦手だわみたいな、でこの前言ってたから、あ、じゃああんこ買おうと思ってそうそう、じゃああんこのお団子とか買えば、あんこのお団子好きな人いっぱいいらっしゃるから、買って一ボケして、みんな他の人にこうどうぞってあげればええやんと思ってじゃああんこ付きのお団子買おうと思って、けどそれだとさ食べれないじゃんってなるから、まあ、あのチョコボールをね、チョコボール100円以内なんですけど、チョコボールを本命として買って、でせーのって言ってパーンって机に出した瞬間に、ニンニクがボーンって出てきて、え、いらないですとか言ってでもプレゼントだからもらって、プレゼント、はい、持って帰ってみたいな、そうで、あんこ嫌いなんだけどって爆笑してた。そう、嬉しそうだった。チョコボールをねあげた瞬間に、ちょ、嘘です、こっちですよって言って、チョコボールあげた瞬間に、これこれって言ってたから、多分大丈夫だわ、これこれって言ってた。自信満々にニンニク出してきましたから、ね、面白いですよ本当。クリスマスプレゼントの交換だったらしい、彼女にとっては。本当面白い人ですね。そうだから大好きです、本当みんな面白くて、本当みんな面白くて、はあ、面白いですよ。だからもうハマり役すぎて、今回のかのこちゃんっていう役はすごく多分ハマり役なんじゃないでしょうかって思うので、ぜひ見に来てください。じゃあ
100円以内でニンニク買ってる人いないでしょ。びっくりしましたかね私。えこれって言って、えいらない、いらないです、あありますありますってあら、レン君ギフトボックスありがとうございます。プレゼントか。サラマンさん、プレゼントありがとう。タラバガニさん、ユキヒラさんも、ユエさんもプレゼント、そしてあタテヤマキンキさん、ハート、フロストさん、ヤコイさんプレゼント、アナさん、ユキイちゃんさんプレゼントありがとう。プレゼントの箱を開けてニンニクって言えたな最高やん。マジほんとそくだらないのがいっちゃん好きなんですよ私、人生において。そうだからこの前も海外の方、海外の50歳ぐらいの方かな、男性の方が、あのルンバあるじゃないですか、ルンバとか、あの掃除ロボット、お掃除ロボット丸いやつ、あれをウィーンってやってる、この進む こう進むじゃないですか、こう進む、ここをカーリングみたいにこうシューってモップでこうやってやって一生もう5分ぐらい一生遊び続けるみたいな動画がねインスタで回ってきて、もう最高、一生笑えます、本当に大好きです。そういうしょうもないのが大好きですね、しょうもないのが大好き。富美男さんプレゼント、ケンケンさんハート、いっちゃんさんもプレゼントボックスありがとう。ブロッコリーね、確かに、じゃあ持って帰るの大変じゃないですかブロッコリー。みのちゃんさんギフトボックスありがとう。薬が邪魔になると風邪とも飲めないですけど、あらららららら、ルンバいいよね、高いけど。私ねルンバさ、ばあちゃん家にあるんだけどさ、ばあちゃん家とかわかるよ、だってね、なんか一人でさだだっ広いお家を一人で掃除したりするのもねあれだろうしって思うから、別にルンバ大正解なんだと思うんだけども、いや普通にさ、普通に考えて私ルンバとかがこうウィーンってこうウィーンってこうこうあの地面を歩いてたりすると、おちょこもうちょちょちょってなりそうちょーなりそう。そうなのよね、ちょーってなりそうそう、自分でもうピシューってやりたいタイプ。今日私の誕生日、おー Very happy birthday。 ルンバに猫なんか乗ってる動画と思う、え、あのね、私最近ルンバに赤ちゃんが乗ってこうペタンって、あのティディベア系の座り方をしてペタンって座ってウィーンガシャンってなる動画を見つけたんですよ。そう、もう本当に面白くて、面白いよね。ジャパネット高田だったら安く買える、あいらないです私は、はい、自分でやります、自分でシャカシャカと。ハッピーブースデー、フローリングに散らかってるペットボトルを片付けてくれる、わかる、本当にわかる。てか普通にあのなんかルンバーとかじゃなくて、まず
ほこりが舞わないようにできないものかと一生思いますね、私は。わかるんかい？え、わかります？別に散らかってはないけど、フローリングとかにペットボトルが。私ゴミが出るのが嫌なんですよ。え、わかる人いるかな？ゴミが出るのが嫌なんです、本当に。でもなるべくペットボトル買いたくないんだけど、やっぱペットボトル便利ですから、買っちゃうじゃないですか。そう、いや、なんかなんて言うんだろうね、なんかさ、いらないものをポン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 捨ててくれるような機会ないかな。物が少ない部屋じゃないとダメだけど。そうなのよね。でもそうだから逆に部屋をきれいにするのかもね。髪の毛とかもね。確かに。私髪の毛がめっちゃ落ちるんですよ。だから髪の毛が落ちてても分かりやすいように、自分で掃除意欲が湧くように、明るいベージュの色のマットにしてます。全部。意外とでもそれいいよ、本当に。わざとね、白く。ただ掃除しようと思うのに、ね、汚くて。ああ、髪の毛がいっぱい落ちてる。じゃ、マーキングムード、13位オムライスさん、12位シュンゴさん、11位横江さん、10位ゆきひらさん、9位ベルちゃん、会長さん、みさんは、8位フロストさん、7位タルバガニさん、6位無東海のヤスさんさん、6位タミオさん、5位アヌネさん、みさが成功、4位ヨンミさん、みさんは、3位あゆみちゃん、2位ちゃんさん、みさんは、1位サルモンさんかな。でした。みのちゃん、ゆみさん、あれ、プレゼントボックスありがとうございます。ほな、1656人の皆さん本当にありがとうございました。明日は、はい、いるかな。バイバーイ、おやすみー。